生族男性。生人はアフリカの民族。南アフリカ、ナミビア、ボツワナに居住する。元来、恋参諸語に属す生語を話すが、近年はアフリカアンス語も話す。生人は、恋恋人系民族の中では最大の民族であり、他の恋恋系民族はほとんど消滅してしまった。多くの生人のグループは中央ナミビアに住み、他の小さなグループは、 南アフリカとナミビアの国境のナマクアランドに住む。家の前にいる生人指導者、ヘンドリック・ビットボーイと彼の仲間生人はコイコイ人系民族であり、千年にわたってコイ三人は南アフリカやナミビア南部で遊牧生活を続けてきた。コイコイ人は牧畜社会を、三人は狩猟採集社会を営んできた。ドイツ帝国は1904年から1907年に、 かけて、現在のナミビアを植民地支配しており、先住民族の生人、ヘレロ人と戦争していた。この戦争は、ヘレロ・ナマクア虐殺につながり、この虐殺で生人、ヘレロ人の8割以上が殺された。ドイツ帝国は、農地から先住民族を追い立て、支配するために、彼らが持っていた牛を没収した後、砂漠に追い立て、強制収容所に収容した。 また、線路の敷設やダイヤモンドの採掘といった強制労働にも従事させた。1920年代にダイヤモンドがオレンジ側の加工で発見され、アレクサンダーベイヤポートのロスに町が建設されたことにより、生人の土地は近代化の波に飲まれ、アパルト兵としたでもそれは続いた。生人は、もともとナミビア北部から南アフリカ南部を流れる。 オレンジ川の近くに住んでおり、生人は初期の入植者にはホッテントットと呼ばれていたが、後にナマクア人と呼ばれるようになった。ナマクアはコイコイ語で人々を意味するクア、クアに由来する言葉であり、このような名称はクリクア族などの他のアフリカ南部の民族にも見られる。1991年、ナマクアランドはリフタスフェルト国立公園と名付けられた。ここは、 ダイヤモンド採掘の対象にならなかったため、ナマニーの元々の土地の景観が保たれていた。2002年12月、国立公園を含む元々ナマニーの土地だった場所が彼らに返還され、南アフリカナミビア両政府は、南アフリカ南部からカラハリ砂漠中央部にかけて自然公園を作った後、リフタスフェルト国立公園と統合し、トランスフロンティア公園を作った。 この公園は、生人の伝統が残っている数少ない土地で、生人は季節ごとに移動し、彼らの言語で話す。伝統的な生人の住居は、イグサでできたドーム型の小さな家で移動可能であり、砂漠の暑い日差しも遮ってくれる。19世紀初頭、オーラム人がナマクアランドとダマラランドに侵入した。彼らは生人と同様に、コイコイ人の子孫であるが、 ヨーロッパ人や奴隷として連れて来られた、マダガスカル人、インド人、インドネシア人と混結している。200年後、オーラム人の文化は、生人の文化と同化し、オーラム人は、生語、タマラ語を母語として話している。また、オーラム人と生人の違いは、時間が経つにつれて減っており、21世紀初頭には一つの民族とされるほどになっている。 The Hellero Genocide, German Unity, Settlers, Soldiers, and Ideas.2014 年1月17日閲覧。When the war finally ended in 1908 no, less than 80% of the Hellero, had lost their lives, the majority of the Hellero who remained in Namibia, primarily women and children, survived in concentration camps as forced, labor years in Peloido. オンステート、ミリタリーシビリアンプロジェクトスレイブリーインザケープ、インスティチュートフォーザスタディオブスレイブリー、アンドイッツレガシーサウスアフリカ、2010年7月8日、閲覧。メイラン、ヨハンエス、ダイボールカーナミビース、ザトライブスオブナミビア、ウィントフーク、ゲッティンゲン、クラウスヘス、ピアニッシモ、120-125、ありがとうございます。